はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト5、続きやっていきたいと思います。ですね、この天空城ですね、動かせるようになりました。そしてね、このね、岩に囲まれたところね、まあ岩の上飛んでこれるので、まあ来たところね、この塔ですね、ボブルの塔というんですけど、ここに行こうと思います。パーティーは山頂さんでもいいけどね、まあなるべく話しながら行きたいので、まあ材料もいるんですけどね。ああ、安定のキメラかな。レホマラー使えるのが大きいので、とりあえずは。そうっすね。まあ、全体回復系がね、他のキャラでも使えるようになれば、まあ、キメラじゃなくてもいいんですけどね。キメラも最高レベルが99ではなかったと思うので。お。ここでグリーンワームとかいるんですけどね、賢さんとね、前回落とす128分の1らしいですね。自分そこまでわかんなかったんでね。よし。私高いの怖いよ。この島のことは前から知ってたけど、こんな塔があるなんて知らなかったよ。はあ、はい、ということでね、これはね、まあ、こんな感じになってまして、こう裏もあるんだっけな。まあ、とりあえず上まで登っていけるわけでして、ね、こんな感じになってます。どっからでもいいんじゃないかな、確か。まあ、いかにもっていうのがあるんですけど、これは後ろですね。はい。まあ、すごいことに、ひくつきローブね、手に入れたときに、まあ、使えるのがあると。こっから先、ちょっと敵強いんでね。ということで画面、まあ、この方が見やすいですよね。塔を上から入るなんてなんかかっこいい。でも、下まで降りないと出られなくなっちゃったね。ねえ、もう高くない？目を開けても大丈夫？タバサ。下が見えちゃうところは怖いの。高所恐怖症なんですかね。お、シルバーデビル。呪文使うなになってるけど、まあ、いいか、これで。タバサがね、まあ、呪文、まあ、節約でね。いいと思います。とりあえず妖精の剣持ってるんでダメージも40今出ましたけど、まあ、今回ここ攻略しようかなと思うんですけどね、案外長いので。はい、51枚目。つまり前回ね、盾交換しましたね。お、グレンデル、これ初ですね。あ、そういうことするんだ。作戦。まあ。寝れさせるでいいか、じゃあ。すごく強いですよね、グレンデルね。外から見たら、なんか簡単そうな塔なのに、塔だったのに、中は結構複雑だね。まあ、今のところまだ複雑じゃないですけどね。天空城で聞いたマスタードラゴンが能力を封印した塔ってこの塔のことだよね。上になんかいましたよね。お、ゴールデンゴーレム。ゴールデンゴーレムが出てきたんだったら、ピオラ使えましたよね。バギークロス的なものを使ってきますんでね。まあ、ミスターお金持ちですからね。これお金貯めるのもいいかもね。お、30になりました。お、マヒャド覚えた。1241。でも苦手なことも我慢してやったらお母さん褒めてくれるよね。まあ、ここも来たことないから、お母さんどこにいるんでしょうかね。階段がいっぱいだね。でも僕は平気だよ。いっぱい喋るね。バサッバサッ。はあ、はあ、2匹のとてつもない魔物が、竜の目を。その2匹はまだこの塔のどこかに潜んでいるはず。見つからないうちに早くお逃げください、工夫。あ、お亡くなりになりました。竜の目って何？どうしてそんなもののために？
今の人死んじゃったの？そんな、僕たちがもうちょっと早く来ていれば。さすが勇者のセリフ。お父さん、手つないで。まあ、息子と娘はね、勇敢さとね、まあ、可愛さを兼ね備えていますね。さて、行きますか。同じ戦闘はね、カットします。まあ、同じ戦闘というか、同じようなモンスターはね。はい、またありますね、服付きロープね。あ、来ました、ブラックドラゴン。まあ、モンスターズとかだったらね、かなり作るのね、面倒ですけどね、ブラックドラゴン。元となるモンスターいますけどね。なぜかドラクエ5だったらね、まあここが元祖なんですけど、元となるモンスターがまだ出てきてないっていうね。まあそれもちゃんとした理由あるんですけどね。はい、とりあえずね、これで。まあ、こういうことができるとね。そしてここのレバーをね、動かすとこの下の扉が開くんで、ここまでショートカットできますね。あれって竜の首？もっと下まであるの？ここが1階なんだね。外から見た通り、一番下が一番広いね。バサッバサッ。なんかあるかみたい。あ、あそこに階段あるね。あ、階段じゃない。宝箱あるね。宝箱あるんですけど、また後で行くんでね、どっちみちね。まあ、今上がってもいいけど。そうなのに地面より下まで続いてるなんて驚いたな。暗いよ。でも大丈夫、目をつぶってるから。そっちの方が暗いと思うけどね。さて回復しますか。まあ、後のね、ブラックドラゴンなんかボスモンスターになってたと思うんですけどね。ブルブル、なんだかだんだん寒くなってきたぞ。もう勇者が震えたんかと思ったね。何か嫌な感じのするところね、ここ。地下なのに随分広いね。どっちへ行けばいいのかな。さて、ちょっと複雑になってましたね。お。はい、メタルドラゴン出てきましたね。これはね、アンクルホーンだけですね、仲間入るのは。これ入ってくれればいいけどな。これ入んないんだったっけな。なんか入る場所と入んない場所あるので。まあ一階からぐるっと回ってね。あ、どっちみち下に降りんだね。お、シュプリンガー出てきました。これ初ですよね。これも仲間入ります。
73とか意味わかんないですよね。メタルキングの盾装備してんのに。王者のマントとかね。だから別に装備品を集めても、あ、ベホマラ覚えた。まあ集めてもね、よかったかなっていう、そういうことですね。あのね、今目をつぶってるから急に走ったりしないでね。バサッバサッ。さてね、はい、なんかいますね。あ、メガザルロック、これ先倒した方がいいね。お、よかった。命の石。さて、はい、いや、聞き覚えの名前ですね。仇その2ですね。なんだお前は。そうか、ゲマ様が言ってたアベルとはお前たちのことだな。ゲマ様の手を煩わすこともあるまい。ここで死ね。はい、来ました。ゴンズ、ゴンズはね、ゴンズはもう攻撃でいいかな。まあ、こういうことやってきますんでね。まあ攻撃受ければいけるかな、ね、一体なんで別にルーメランでなくてもよかったんですけどね。攻撃、攻撃以上に奪い切ると、ベホマ、全攻撃でいいかな。危なくなったら回復でね。まあ100以上キープしとけばいいんじゃないですかね。1回出てね、回復した方がいいかもね。でもベホマラ使えるようになったからスライムライトでもいいかも。次はあ、倒しました。まああの時の何だったんだな話ですけどね。これパパスさんね、あのジャミとゴンズ1人で2人、あの2体相手してましたからね。まあこれより弱かったですけどね、あの時は。お、お父さんどうしたの。なんだかすごく怖い顔してるよ。もしかしてお父さん今の魔物のこと知ってたの。まあ知ってますわね。ね、お父さん今の、うん、なんでもないです。なんでもないです。仇その2だからね。憎きだよね。さて1回出ようか。出てもう1回入ります。はい、また再びここまで来ました。ね、下行ってゴンズいましたね。お、右は何もないですね。まあピエールでもよかったんですけどね。まあ次ね、知ってるからこそ、まあこのパーティーなんですけど、まあ回復にいた方がいいかな。もう一体モンスターいると言ってましたよね。まあ次回に回してもよかったんですけどね。まあ今回は全部やっちゃおうかなと思いまして、ここだけはね、ボブルの塔攻略ということで。まあそうやったらカットした方がいいかなと。お、行き止まり。あ、話変わるかな、もしかして今のとことか行ったら。最初行った時にはダメなのかな。取ってないものはね、なるべく取ろうとは思いますけど。先ほど宝ありましたね。あんなも取りますね。はい、お宝。これどっちかミミックじゃなかったっけ？ね。あ、
まあザラキの恐怖なんで。マホトラ使えるってね、マホトラがねすごいいいって言えば話はそうなんですけどね。ないか、バイキルト使っとくかじゃ。まあないんだったら死んだら死んだらしょうがないんで。いたドン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 、はい、あれね HP 高いですよね。あのエルフのお守り持ってるんで確か嫌な呪文かかりづらいのでこれも対象ではあったと思うんですけど、ね、これで、まあ、右に行ったら、ね、確か行き止まりだったと思うんですけど、あ、ここか。じゃあ上回って行けばいいのか。右の右が行き止まりだね。はい、とりあえずね、まあ、道ありますよね。まだここだけ行ってないので、行っちゃいますけど。ん？階段がある。はい、奥には宝箱。お、ダークシールド。これは、これって、タバサか。まあ、こういう感じで。まあ、別にダークなんだけど、これ呪われてなかったと思うんですけどね。装備できるものがいないので。はい。とりあえず、この最初のとこですね。この左側で、こういう場所ありましたね。まあ、降りて出て左行けばいいんですけども、そこしか道ないので行っちゃいたいと思います。これね、あとは一本道です。ナリホーム覚えた、メッキーが。とりあえずここ、まあ、全滅フラグ、まあ、全滅フラグというか全滅するかもしれない場所なんで、さて回復したんでいきます。はい、なんかいますね。じゃあここは装備品変えようかな、さすがに。奇跡の剣ね、主人公装備できるので、まあ攻撃力上がりますので、これ装備して、あとはもうブーメランだけど、まあブーメランだけど別に変えなくてもいいかな。まあ魔封じの杖ぐらいなんですよね。あんま変わんないけど、これでいきたいと思います。回復大丈夫か。はい。ほほほほ、ここで待っていれば来ると思っていました。私のことを覚えていますか？まあ、忘れるわけ、忘れたらすごいよね、これね。あの、父の仇ですからね。ほほほ、そんなことはどちらでもいいでしょう。ね、憎きゲマ。ともかく今ここでお前たちの力を試させてもらいますよ。試させてもらいますよ。来ましたね。さて。これは、まあ、一応攻撃はしてくるのかな、ね、あまり MP がないので、節約しながら行きたいとは思いますけど。はい、こんなん使ってきますね。メラゾーマとかね。バイキルト、バイキルト、まあ大丈夫だと思うけど、一応回復はしておきましょうか、ね、さすがに100いかなくなっちゃったね。はい、こういうことやっていきます。バイキルト、まあタバサでいいか。デホバラ、まあ、全体回復に入れたのこういうことなんですけどね。バイキルとポリス早いな、メッキ。これはマヒハドどうなんだろう、効くかな。
聞かなかったような気がする。まあ、じゃあ物は試しなんで。もう聞かないよね。どうやってなんか氷系聞かないのか呪文聞かないのか忘れましたけど、何かしら聞くと思うんですけどね。まあもう魔法カンタ使ったんで聞かないですけどね。さて。メッキばっかり回復していると MP なくなってしまうので、高いな、さすがに。ね、無感じ的なものはないので、こっちも、氷効かないのかな、呪文だけかな、効かないの。意味ないね、3だったらね。倍切るとかける前提の強さしてますかね。さすがこっちの方が強いね。まあいいや、まあ、2強で勝てればいいので、ここで来てきますね、普通にね。さて、スピリット。防御の方がいいかな。防御してるとこ攻撃したらね、儲けもんですもんね。ルカナンを聞くんか、これ。あ、下がるね。だったらばそっちの方がいい。おお、危ない危ない。攻撃あっちの方が早いかな。とりあえずメッキ落ちたらまずいから、またこっち、エホマラ、ルカナン攻撃。こんだけ下がれば、ああ、いいね。全然効くじゃん。まあ、バイキルトとルカなんだね。まあ、一応、そうね、結構だいぶ盾忘れてるんでね、凍える吹雪系が効かなかったら攻撃効かないってことだね。ね。氷が効かないのか。じゃあ、ああ、こんだけダメージったら余裕じゃん。じゃあルカなんでも効くので、ルカなんとバイキルトだね。じゃあもう攻撃でいいや。あ、メッキまずいか。かけたらもう、こんだけダメージいけば、うわ、こんだけダメージいけんのにね、あんまり、手応えがないような全滅フラグっていうのがね、焼き付き息使ってくるんで、これ待ったら終わりなんですよね、全部ね。あ、いけるね。はい、倒しました。うん、やっぱそうだね。バイキルトかけても、まあ、硬いんで、ルカナンとね、バイキルトでタバサはね、結構ね、それだったら使えますね。今だ、ルカナンが効かなかったらタバサ意味ないなと思ったんですけど、あと氷が効かないのかな。そうですか、ここまで力をつけているわけですね。おや、何を驚いているんです。この程度で私が本当に滅びるとでも。ほほほほ、こんなところで力尽きるまで戦うほどバカではありません。どちらにせよ、あの時パパスを敗因した時にアベルを殺さなかったのは私のミスでした。うん、こういうこと言うかね。この私が戦っても息の根を止めることができぬほど力をつけるとは実に感心です。どうやら取り急ぎミルドラース様にご報告しなくてはいけません。まあ、なんか出ますよね。この極悪非道みたいなね、冷酷非道みたいなね、モンスターがね、ミルドラース様って言ってるんでね。私も少し休ませてもらいましょう。くっ。ほっほっほっほ。まあ、手応えはあったんですよね。あ、ちなみに、これスーファミ版だったらここでゲマ、討伐です。ここで本当は終わりなんですけどね。今いなくなりましたよね。パパスを灰にした？あいつがおじい様を許せない。私、こんなに魔物を憎いと思ったことは初めてです。次は全力で戦います。そうね。悪い魔物さんは悪いままなのよね。いい子になったりしないのよね。はい、来ました。竜の右目。まあ、取ってないのもありましたからね。さて、これをはめて出ましょう。どうしてあの魔物たちは竜の目を奪ったんだろう。この塔にはまだ秘密がありそうだね。ねえお父さん、僕たち一歩ずつちゃんとお母さんに近づいてるよね。気になってるんだけど、あのドラゴンさんの像の顔、何か足りなかったよな。まあそうだよね。まあまた来るって知ってたのが、まあこういうことなんですけど。
とね、途中に宝ありましたよね。どっちみち通るんで、いいかなと思ってね。よくよく考えたんだけど、ちょっと失敗したなと思ったのが、こう炎のブーメランを装備してたじゃないですか、自分。だから、今ね、奇跡の剣に変えてたってことは、メッキーが炎のブーメランを装備できたってことだよね。まあ、あんまり変わんないからいいけどさ。マスタードログの能力ってどうやって封印してあるんだろう？お父さんわかる？バサッ、バサッ。これね、裏見るとね、宝がありますよね。はい、デビルアーマー。まあ、別に無理に先に取りに来る必要もないけど。まあ、取れますんでね。ちなみにここお金稼ぐのにすごいいいですからね。お金もレベルもそうだけどね。ある程度ここですごい強くしてから行った方がいいかも。ゲマってタバサがいればバイキルトとルカナン使えるから結構余裕なんだね。あと回復さえ充実してれば、あとね、まあアベルとレックスが攻撃できるので強いんで、もう200ぐらいダメージいってたんでね。ただイテツカ波動を使ってこなかったんでね、あれ使われるとまた面倒なんですよね。はい。右目にはめ込みますかということで、こっちも左目。あーっ、取っちゃった。またカットします。お、ドラゴラム覚えた。怒ったおかげでドラゴラム覚えた。さて。まあ、ちなみに今上がるときアベルもレベル上がったんですけどね。35まで。何も覚えなかったですけど。さて、ここだね。ズズ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 ズドーン。これまた落ちんのか、面倒だ。燃料が尽きる前に行きましょう。ここですね。ベロの下を通るなんて、あれを作った人はきっとプサンさんみたいな愉快な人だよ。みたいにだね。ドラゴンさんの下の上を歩くなんて楽しいね。あれなら高くても怖くなかった。場所なんだね、結局はね。まだ用事終わらないの？ぐすん。フック付きロープ。あ、なんだけど、なんかあるね。ちなみにこのドラゴンの杖なんですけど、誰持ってんだ？これ主人公めちゃくちゃ上がるので、これだったらこれでメッキーが、炎のブーメラン持てばいいかな。もうそろそろ。まあ、キメラ使いますよね。全体もできるし、回復も全体だしね。あの穴覗くと怖いよ。タバスなら泣いちゃうね。先下ね。階段で降りて行くべきだったね。まあ、こっちにもいいけど。大きなドラゴンさん、綺麗ね。あの像の中にこんな広い部屋があるなんてびっくりしちゃうよ。はい。ドラゴンオブを見つけた。ということで、これを持ってどうなるんでしょうかということです。もうこの塔には用はないね。父さん帰ろう。父さん、もう限界です。用事が終わったら早く帰りたいの。塔は苦手なんだもん。よく天空城にいられたよね。ということで、かなりね、時間が来てしまいましたので、今回ね、ここで終わりですね。はい。ということでね、まあ、このオーブを持って天空城に行けばいいわけですけど、かなりね、今回ね、パート長かったのでね、まあ、ここで終わりたいと思います。ということでね、次回ね、持ってね、どういう風な展開になっていくんでしょうか。まあ、楽しみですね。ということで、仇その2も倒してね、まあ、一番の仇は逃してしまいましたけど、手下どもは倒したので、まあ、この後ですね、まあ、どうなっていくんでしょうか。ということで今回これで終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。